はい、今回は、釣り仲間が提供してくれたこのニジマスを紹介します。ニジマスはサケ目サケ科サケ属の魚で、英名をレインボートラウトと呼ばれます。サケ科の生活史で、河川残留型、まあ、川に残るタイプです。それから、湖などの、物理的に、海に下れない陸風型、それから、海に下る、航海型、まあ、爽快型とも呼ばれます。海に走る型と書いて爽快型です。その3つに分けられ、まあ、河川残留型と陸風型は、両方合わせて、まあ、陸風型とされる場合もあります。なので大きく分けて陸風型と航海型がいるということになります。通常陸風型は、普通にニジマスと呼ばれており、航海型の方を、スチールヘッド、あるいはスチールヘッドトラウト、和名で、鉄頭などと呼ばれます。まあ、サケ科の、起源なんですけど、もともとは、カワカマス目の魚で、まあ、カワカマス属の、まあ、カワカマスの仲間、から、サケ科のイトウの仲間が、イトウ属の、魚が、発生したと言われております。そのイトウの仲間からさらに、レイクトラウト、イワナ属の元となる、魚で、まあ、皆さん中禅寺湖に移植されたのは、知ってると思いますが、あのレイクトラウトです。それがイワナ属で、最も古い、種ということになっております。で、さらにサケ科の中でイワナ属のよりも新しい、大西洋サケ属、これは大西洋サケとブラウントラウトで構成されておりまして、まあ、以前はニジマスなども、含まれておりましたが、現在はニジマスは、もっと古い、あ、もっと新しい、サケ属に、分類されております。サケ属の、まあ、現在現存している種で、最も古いと言われているのが、まあ、カットスロート、まあ、和名でのど切りますと言いますが、まあ、ちょっとのど切りますっていうのは、皆さんちょっとあまり聞いたことないと思いますが、カットスロート、ここのちょっと近づいてみますね。もうちょっと分かりやすく、ここの部分ですね。ここの部分が赤い、まあ、喉を切ったようなところから喉を切ります。カットスロートと言います。まあ、その、カットスロートが、まあ、サケ属の、まあ、最も古い、種ではないかと言われております。ニジマスにそっくりなんですが、ニジマスの亜種というわけではなく別種です。で、まあ、もちろんニジマスにも、様々な亜種がいるのですが、まあ、亜種
を細かく説明していきますと、まあ、とんでもない、時間を要しますので、今回は、さらっといきます。で、まあ、酒族の話に、先ほどなりましたが、酒族の最も古いのが、まあ、葛藤する音で、そこから派生したのはニジマスではないかと言われております。で、さらに、まあ、進化の方向へといきますと、まあ、日本では、日本ではというわけではないんですが、日本のサクラマス、サクラマスが、次に、まあ、起源に近い種であり、徐々に、銀鮭やマスノスケ、それから、さらに、紅鮭が派生して、それからカラフトマス、最も新しいと言われているのが、鮭ということになります。で、古いものほど、淡水の生活時間が長く、新しいものほど、海洋生活が長いということになります。まあ、これは、まあ、氷河期などが関係しておりまして、その時に、海に生活の場を、求めていったというのがありまして、徐々に、川から海への依存度が高まって